オートハーフリコーオートハーフシリーズは、利権工学によって1961年から1979年まで製造されたハーフサイズカメラである。利権工学の若手技術者、アタカヒサノリが、個人的な着想から1961年に、原設計に着手。あたかは、自分の50歳の母親でも撮れるカメラという、基本構想から、 可能な限りの撮影自動化と女性のハンドバッグ、男性の上着のポケットに入るサイズの小型化を目指して設計した。この個人プロジェクトが上司の目に留まって正式なプロジェクトに採用、商品化されて1962年から市販された。最大の特徴は当時流行していたハーフサイズカメラの中でも特に小型化を徹底していた。 ことと、ゼンマイバネによる自動巻き上げ機能を備え、撮影のほとんどの自動化を実現したことにある。開発過程では、多くのパーツの小型化という困難な課題を解決せねばならず、社内はもとより社外取引先の部品メーカー複数を口説き落として、パーツ製作を依頼した。ゼンマイバネ製造メーカーからの要求されたスペックの小型ゼンマイは、 耐久性が落ちてしまうので作れないとの意見に対しては使用頻度の高いアマチュアが10年使った場合を想定しても一般的なゼンマイの名数までは格段の余裕があり小型化と引き換えにゼンマイの名数をある程度減らしても実用上問題は生じないと説得し小型カメラのフィルム巻き上げ用に特化したゼンマイを作ってもらったという オートハーフ SL を除く機種は、利権工学設計、富岡工学製造の3軍4枚、リコー25メートル MF2.8 レンズが搭載され、オートハーフ SL とオートハーフゾーンフォーカスを除いては、焦点距離2.5メートルにピント固定されたパンフォーカスとして構造を単純化した。成功者が製作したレンズシャッターの速度は、 通常時1、125秒とエレクトロニックフラッシュ使用時1、30秒の2足が自動的に切り替えられる。またセレンコ電池を用いた自動露出機能を持つ。機種名に付けられる S はセルフタイマー装備を表し、2の付く機種にはホットシューが備えられる。オートハーフは小型軽量な上にレンズの突出がない平滑な全面レイアウトで携帯しやすく。 自動露出と固定焦点の組み合わせに自動、巻き上げ機能を備えて、ミスの少ない簡便な操作を実現した。それまで重厚なカメラを敬遠していた、ライトユーザーを開拓、先発のオリンパスペンシリーズと競い合いつつ、20年間で600万個を販売する、ベストセラーとなった。しかし高価な一眼レフカメラなどにしか、搭載されなかった IC による、 自動露出機能が1970年代に至って、コンパクトカメラにも搭載されるようになり、オートハーフの機械式シャッターや自動露出機構は陳腐化してしまった。またオートハーフ EF などに見られるように、エレクトロニックフラッシュを内蔵するなどのバージョンアップが、図られたが、 基本設計に無理やりエレクトロニックフラッシュを搭載したようなデザインはオートハーフ本来の小型性を相殺する結果となった。オリンパス、ペンタックスなどの他社製品にはライトユーザー向けの小型軽量、簡便な操作を実現した小型一眼レフカメラも登場し始めオートハーフは全時代的なカメラとなってしまい1979年の EF2 を最後に シリーズは終焉を迎えた。オートハーフとタバコオートハーフ E の一般向けデザインの一例オートハーフ E の特別モデル。大阪万国博覧会、理工館において販売されたもの、理工オートハーフ SE。ありがとうございます。